インベンさんおすすめのカレーも食ったんだよな。写真は撮ってまだツイートしないっていう。マジでうまかった、マジでうまかった。ついに手に入れて、俺はレトルトのやつで食ったんだけど、プレミアムホットボーカレーみたいな、アマゾンで俺は売ってた、購入した。お肉もゴロッとしてて食べ応えあるし、なんかね、なんか深みがあった気がする。深かった味が、コクはまあ当然あるんだけど、なんか深いんだよな、なんだろう、なんか深い、味が深い、味わい深い。いやマジでね、マジでうまい、思ってた以上に3倍ぐらいうまい、想像の5倍ぐらいうまい。500円ぐらいするけど、500円以上の味がするマジで。お弁当でとかだったらあれだけど、まあ、レトルトでこんなうめえんだみたいな。辛さはね、そういえば全然辛みはなかった、全然辛くなくて、まあ、甘いくもないからちょうど良かったけどね。カレーの辛さってあんまり得意じゃないから、カレーの辛さってか、まあ、辛いのが得意じゃないからお肉マジで、お肉もすげえうまかった、柔らかくて、しかもなんか結構入ってる、しっかり入ってんだよな、がっつりちょろっとじゃなくてがっつり入ってた、お肉めちゃくちゃ入ってた。別にレトルトだってバレないぞ。だからお店で作られてるカレーぐらいしっかりお肉も入ってて、マジでうまかった。お肉以外ね、なんだっけあれ、なんだろう、なんか入ってたんだよな、あれなんだ、人参かな、なんか丸いまん丸な人参だったと思うんだけど、多分マッシュルームだ、マッシュルームそうだ、マッシュルームだまん丸なマッシュルーム入ってた、マッシュルームいや本当に食ったんかみたいな感じに思われちゃうじゃん。マッシュルームです。美味しかったです。